ひどすぎる話。ある日からいきなり変な夢を見るようになった。それは髪の長い女の人が少しずつ自分に近寄ってくるのだ。女の人の顔はなぜか自分を憎んでいるかのように怒っていた。毎日恐怖に怯えながら飛び起きる毎日だが、どうすることもできない。仏壇に手を合わせても、お守りを買っても、どうしても夢を見る。夢の中では動くこともできず、固まっているしかなかった。じわじわと真綿で首を絞められるように、少しずつ精神も体力もそがれていった。ある日とうとう、女の人が自分の目の前まで来て、顔を覗き込むように睨まれた。そしたら、あらやだ、と言い、今までの鬼のような顔はどこに行ったのか、急に顔をあからめ、もじもじしながら走り去っていった。それ以降、夢は全く見ない。眠れなかった2ヶ月半、返してくれ。